ラート級一覧では、各級ごとのラート級検定の一覧について記述する。日本ラート協会が認定する資格には、時価点5から1級及び、射点5から1級がある。時価点5級が、最も取得しやすく、日本ラート協会主催の講習会を受講することで、最終日の検定におおむね合格できる。なお、2006年度第12回全日本ラート、 競技選手権大会より、出場には直、自家点、社点とも3級以上の級認定が必要となっている。さらに、2007年度より、男子長役では8.0点以上、女子長役では7.0点以上の演技のみ、採点対象となった。なお、全日本学セーラーと、競技選手権大会では規定演技の部において、級を採用している。球の認定は、 日本ラート協会が指定する検定員によって行われる。認定には検定量が必要であり、級の難易度に関わらず一律である。認定に際しては、認定を受けようとする者が実際に実施し、その規定演技の制度に応じて合否が判定される。大原点があった場合の認定は原則として認められていない。中原点及び小原点は一部過度の失敗を除き、 許容されている。認定を受ける、際の補助者による補助、またアドバイスは認められていない。ありがとうございます。